武田塾中森の参考書だけで合格点を取る方法。はい、それでは今回は津田塾大学の世界史の勉強について話していきたいと思います。世界史ですが、まず時間が80分で大問が4題、出題されています。構成としては、論述記述、問題ですね。で、論述に関しては、短めの論述が数題と、まあ、250から300字程度の論述が、1題という構成になっています。で、まあ、特徴としてはですね、近現代、以降の範囲の出題率が高く、まあ、ただ、古代、などの範囲も、出ないわけではないので、まあ、量的には少なめなんですけど全然出てくるので、まあ、基礎の、知識という意味では全範囲の、習得が、まあ、基礎ですね、日大レベル程度のものは必要不可欠で、論述に関しては、まあ、近現代以降、まあ、大航海時代以降ですね、だったり、まあ、産業革命以降だったり、まあ、この辺りの範囲から、優先的に抑えていった方がいいかなとは思います。で、出題してくる内容に関しては割と、ある一定地域での、大まかな国際関係だったりその流れだったりっていう部分をと、聞いてくる、テーマが多いので、一つの国で縦で、理解していくっていうよりは横のつながりをちゃんと意識した、まあ、流れっていう部分を意識し身につけていく学習をしておいた方がいいかなとは思います。で、問題集などの難易度としては先ほど言ったように日大レベルが仕上がっていれば十分対応はできます。だから用語について不安がある場合では一問一答など一冊やっておく、程度で、フォローしておけば十分、対応はできるかなと思います。ただそれ以上に例えばビジュアル世界史などの、地図問題集などで、まあ、周辺地域合わせてその全体内容っていうのを、まあ、しっかり、国際関係ですね、まあ、意識的に、目にするように心がけておきましょう。で、論述の参考書は、まあ一冊仕上げておけば十分書ける。内容そのものがそこまで難しいものではないので、ちゃんと論述の参考書をやり込んでおけば十分対応できます。ただ全体的に論述、記述の構成が多い以上ですね、話の流れっていうのをしっかり追っていかなきゃいけないので、講義系参考書なり教科書の読み込みって部分はしっかりやっておいて、まあ、資料集、英語集などですね、もう読んでおいて、全体の流れをですね、ちゃんと把握して、問題が解けるように心がけておきましょう。以上が世界史の勉強となります。